昨年から半年以上にわたって、守るウクライナ軍と攻めるロシア軍の間で激しい攻防戦が展開されている。ウクライナ東部ドンバス地方ドネツク州のバフムート攻防戦のことは、みんなもご存知の通りだよね。そんなバフムートは現在、両軍ともに大きな動きはなく膠着状態になっていると見られているよ。長い戦いだし、お互いに機会を虎視眈々と伺っているんだろうね。そうだね。さて今回はウクライナのバフムート攻防戦について、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。ウクライナ軍においてはアメリカ以下の北大西洋条約機構NATO加盟国を中心に、西側諸国の強力な第三世代主力戦車であるドイツ製のレオパルト2、イギリス製のチャレンジャー2、そしてアメリカ製の M1 エイブラムスが供与されるほか、新型の歩兵戦闘車や兵員輸送装甲車などの戦闘車両も供与されて新たな機構部隊編成が急がれており、それらが最前線に投入される前に、バフムートを制圧しようと攻勢に出たとされるロシア軍とロシアの民間軍事会社、ワグネルの戦闘部隊が息切れしたかのように勢いを失っているよ。イギリス国防省では現在のバフムートの戦況について、攻勢に出ていたロシア軍は戦力を大きく消耗したとみられ、その勢いは失速しているとした上で、ロシア正規軍とワグネル戦闘部隊との間に内紛が起こっている可能性があると指摘する分析を示し、ウクライナ陸軍のシルスキー司令官もまた同様の認識から、我々は間もなくこの機会を利用して、4月か5月に反転攻勢に出るだろうとの考えを示したんだ。ワグネルはロシアの主力の一つだから、そこが疲弊しているとなれば迂闊に攻撃を仕掛けることもできないよね。ここまでに伝えられている情報を総合すると、ロシア正規軍とワグネル戦闘部隊はバフムート市街地に到達し、市内を北から南に流れているバフムト川は東岸に達していると見られているが、同川を盾に防衛線を構築していると見られるウクライナ軍の反撃によって西岸に渡過することができず、川を南北に迂回しながら市街地の制圧を目指していると見られているけど、市街地に強固な防御網を張り巡らせているとされているウクライナ軍が、頑強に抵抗しているとされ、一進一退の攻防戦が展開されている様子なんだ。そのような状況下で、ワグネルの創設者であるプリゴジン氏は3月25日に、バフムートの 70% をワグネル戦闘部隊が掌握したとしていたことに加えて、4月2日にもテレグラムに、バフムートを法的な意味で占領したとしてもウクライナ軍はバフムートの西側に追いやられていると語りながら、この日ロシアのサンクトペテルブルクのカフェで起こった爆発事故により死亡した、新プーチン派の軍事ブロガーであるウラドレン・タタルスキー氏の、名前が刻まれたロシア国旗を持って追悼する動画を投稿したよ。その上でプリゴジン氏は、バフムートの視聴者と都市中心部を占領した、ワグネル戦闘部隊の指揮官が、その場所にこの国旗を立てるだろうと述べて、対立するロシア正規軍に当てこするかのようにバフムートを占領したのは、我々ワグネルの戦闘部隊であり、法的にもその戦果は我々のものだと強調したらしいね。このプリゴジン氏のテレグラムへの投稿に対して、ウクライナ軍総参謀部は同日にフェイスブックに投稿していて、ロシア軍側によるバフムートに対する攻撃は続いているが、防衛に当たっているウクライナ軍は、敵の多くの攻撃を撃退し、今もなお勇敢にバフムートを守っていると主張しているよ。また、ウクライナ東部軍の司令部報道官は3日にロイター通信の取材に答え、ワグネルはバフムート市街地のどこかのトイレの上に旗を掲げたようだとして、彼らはどこにでも彼らが持っている雑巾を掲げて都市を占領したというが、好きなようにやらせておけと、プリゴジン氏の投稿を揶揄する発言をしたことと合わせて、バフムートの市議会庁舎周辺で戦闘が続いているが、彼らは法的な意味で何も占領できなかったとして、バフムートは依然としてウクライナ領土であり、ワグネル戦闘部隊は何も占領できておらず、状況を自分たちに都合よく判断したとしても占領まではまだまだ遠いとも付け加えたみたい。さらに、シルスキー陸軍司令官が3日に、バフムート視聴者を制圧したとするワグネルのプリゴジン氏の主張を受けた上で、
テレグラムにおいて敵は弱まっており、嘘を重ねることで失敗を隠そうとしているとプリゴジン氏の主張を否定して、ウクライナ軍の守備隊が健在で戦闘を続けていることを強調したんだって。これらの双方の主張についてアメリカ国家安全保障会議 NSC のカービー戦略広報調整官も3日に、ロシア側がバフムート視聴者を制圧したとの情報は確認できていないと述べているね。そして3日にはロシア議会の定例会議があったが、その場でロシア国防省による、戦況分析の報告があったものの、バフムートの視聴者を制圧したとするプリゴジン氏の主張については、触れられていなかったとする情報を AFP 通信が伝えており、ここでもロシア国防省側とワグネル側との確執があることをほのめかしているよ。バフムートの戦略的な価値については西側諸国の国防省など関係者や軍事専門家の多くが、この戦争における戦略的価値は大きくないとして、ウクライナ軍に対して、ロシア軍との消耗戦を避けるために撤退して戦力を温存すべきとの意見が出されていたが、ここまでロシアとウクライナが長期間にわたって消耗戦を展開してきたことによって、両軍ともに軍の士気を維持する必要性からいつの間にか政治的にも、絶対に取らなければならない象徴的な意味合いを持つ年となっていたよね。ここまでに伝わってきた情報によれば、ウクライナ軍はロシア正規軍やワグネル戦闘部隊に対して、かなりの損害を与えているとされ、正規軍は昨年9月に動員した予備役兵の多くを、ワグネルは刑務所で募集した受刑者兵の多くをこのバフムートで消耗したと見られているんだ。ただ、ロシア軍が展開する犠牲を顧みない人海戦術によってウクライナ軍にも相当な損害が出ていると見られ、ウクライナ軍がこの先反転攻勢に出ることが可能な戦力がどれほど残されているかについて危惧されているね。ウクライナ軍が反攻作戦に投入する新戦力としては、西側諸国から供与された戦車や、装甲戦闘車両によって新編される機構部隊3個旅団規模と見られているが、この戦力では東部戦線から南部戦線にかけて 1000km 以上に広がっている最前線全体に展開させることはできず、戦線のどこかに対して一点集中で攻撃をかけて穴を開ける必要があるとの指摘があり、反攻を展開する地域については様々な意見が交わされているみたい。またロシア軍においても、ウクライナ反攻前の攻勢によって東部ドンバス地方を、3月31日までに制圧するとの目標を達成できなかったことで、この先においては姿勢に回ることが想定されているよね。これらのことからアメリカのシンクタンク戦争研究所が、プーチン大統領が掲げたこの目標を、ロシア軍が達成できなかったことから、ロシア軍幹部を再編する可能性があるとの分析を公表したとしているよ。ロシアでは1月にロシア軍制服組トップのゲラシモフ参謀総長をウクライナ侵攻の統括司令官に任命し、膠着状態となっていた戦線の局面打開を図ろうとしたが、結局その効果はほとんど見られていないもんね。そのためロシア国内では対ウクライナ強硬派などを中心に、プーチン大統領が掲げた目標が、未達に終わったことを追求する不満の声が大きくなることが予想され、それらを抑えるためにロシア軍幹部を更迭することでその責任を取らせる動きがあるというよ。さらに戦争研究所は、ロシア軍が目標を達成できなかった原因として、ドンバス地方において複数の大規模攻撃を維持するために必要とされる戦力が大きく不足していたと分析しており、ロシア軍では今後、昨年動員した予備役が不足にする事態に備えて、国内での再動員やウクライナの占領地での兵士の勧誘を進めているとの見方を示しているみたい。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。